春日神社は東京都練馬区春日町にある神社。所在地の町名、春日町は当社に由来する。創立の経緯に関しては不明となっている。北都島軍神社市に経緯が記されており、それによると、鎌倉時代、工藤優秀が源頼朝に従って、欧州合戦に向かう途中、自分の先祖の藤原氏の氏神である春日大社の祭神をここに誕生して、 戦勝を祈願したのに始まると記されている。ただし、伊藤京一はこの説について信憑性が乏しいと、表している。文明年間には、練馬城主の都島安常は、一族の守護神として、当社を深く崇敬した。この信憑性に関して、伊藤は練馬城との関係性に触れるに止めている。都島市没落後、後の城主海老名左近はここを、館の一部とした。 中世から江戸時代にかけて本社は十羅説女社と呼ばれ、近隣の仏教主語と子供愛語の信仰の拠りどころとなっていた。明治時代に入ると神仏分離で呼び名が変えられた。十羅説女社は隣の獣福寺へ、祭神は春日神社として祀られた。境内には2004年時点でも力石など十羅説女と呼ばれた頃の名残が残っている。 雨乞いの場として、武州御岳山が高松地域の雨乞いの神様だったため、ここの滝の水を汲んできて、春日神社で神主による祝死後水を石神井側に流す儀式の場となっていた。境内は主に、春日造りの本殿と、廃殿からなる社殿、神楽殿、今殿、社務所と三つの真社からなる。本殿は大正六年に新築されたもので、神楽殿は、 昭和31年、江間殿は昭和40年に改築された。境内の南面には本殿と相対して神明鳥居が建っている。境内の榎木境内社は本殿を正面にした、右側に稲荷神社、左側に三宝神社と第六天神社が並んでいる。江間殿には以下の江間が奉納されている。ありがとうございます。